はい、皆さん、こんばんは、こんにちは、おはようございます。ヤッホー、嫁です。無事に結婚式が終わりました。イエイ、はい、イエイイエイ。皆さん、ありがとうございました。ありがとうございます。来てくれた人たち、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。すごく楽しかったよね、とにかく。楽しかった。楽しかったけど、俺、酒別に強くないから。確かに。後半あんまり覚えてないです。なんか、こう、次に来てくれたりとかっていう感じじゃん。で、ゆうたくんのアカウントの方で、チャンネルでね、YouTube ライブをしてくれてたんだけど、花は、お色直しが、花の方が時間長いからさ、いない時の様子とかを YouTube ライブで見返したら、ゆうたくんめっちゃこう、さ、ずーっと一気してたじゃん、ビールとかハブ酒とかを。あ、うち、ハブ酒を置いてたんですよ。全部の、全部の卓じゃないんだけど、お酒飲む方の席にはハブ酒を置いてて、そのハブ酒を飲まされたりとか、ハブ酒なんて飲んだことある？あんまない。ほぼ初レベルで飲んだでしょ。花は大好きだから、ハブ酒。そう、テキーラとか置くとさ、普通かなって思っちゃったから、ハブ酒にしたんだけど、ハブ酒ってマジ、飲めちゃうじゃん。わかるでしょ、テキーラとかさ、みたいにさ、カーってくる。そうそう。テキーラほど来ないよ。そう。だから、ハブ酒って飲めちゃうから、なんか気づいたら酔ってるって感じ。で、酔っ払いすぎ、花も飲まされてたから酔っ払ってたんだけど、酔っ払いすぎて、なんか、最後さ、花ちゃんのことを幸せにするぞ、おうとか言ってたじゃん。あれ、クソダサい。あれ、マジで記憶なかった。結婚式の様子をちゃんと出したいね。編集してね。編集してから。まあ、うちらは編集しないんだけど、うん、高山修法が編集するんだけど、うん、っていう感じ。今日はこの動画で結婚式の感想を話そうかなっていう感じ。はい、感想。とにかく、いいことから、悪いこともまあちょっとあったんだけど、いいことからね、うん、来てくれた人たちが本当になんか再確認できて、いい人たちが多いなって、自分たちの周りに。人に恵まれたなっていうな。うん、そう。人に恵まれて、うちらはこうやっていけてるなっていうか、こう本当に、ゆうたくんも最初の挨拶でしたけど、非常識な夫婦っていうの、うちらも自覚してるから。俺の最初の挨拶が、非常に常識知らずの夫婦で、そうそうそう、常識を知らないことを、分かりつつも常識を知ろうともしない僕ら夫婦ですが、今日は皆さん、皆様のおかげでね、常識外れにぶっ飛んじゃってください、イエーイみたいな。そういう感じで、うちらこう見えて分かってるんです、うちらが普通じゃないってことは自負してるじゃん。生まれた時から分かってます、こっちは。分かってるんだけど、でも止められない病気なの。なんか脳の回路が多分なんか普通じゃなくておかしくなっちゃったんだろうね。そうだね。っていうのに、もう3歳4歳で気づきましたね。で、だから周りの人もなんかまあ非常識な人が多いのかなって、うちらは勝手に思って、なんか分かる、うん、でこういう感じで、OK、非常識な人が多いだろう。でも多いって どう考えても思ったんだけど、だから全然そんなのじゃなくて、もうみんなあったかくて、すごくね、笑いが多かったよね。非常識とあったかいはまた別だからね。いい人たちが本当に多いなって再認識できた、うん、し、この人たちともずっと仲良くしていきたいなっていう風に思える結婚式だったよね。っていう、うん、いい会だったわ。いい会だった、本当に。いい会だったし、マジで酔っ払ったし、お酒をさ、やめてたっていうか、ほとんど毎日飲んでた生活から、全然飲まない生活になって、もうただ言ってたんだよね、結婚式で酔っ払いたいみたいなね。うん。でもそれができたっていうのも、あんな酔っ払ってる花嫁いないと思うよ。最後酔っ払ってこいつ裸足で帰ってましたからね。いや、でも、花がやばかったっていうよりも、花の友達の方がやばかったでしょ。うん。ゆうたくんはそれを見て、花って相当酒癖悪くて主乱の女って思ってたらしいんだけど、塗り替えたでしょ。まだマシって思えたって言うじゃん。うん。花の友達見て。最近と比べるとね。まあまあまあ、
そういうのだし、でもそんなアナもお酒をやめれたから、この結婚式のおかげで。うん、飲む飲むけど。酒にさ、依存する人生と今どう？うーん、たまにのがうまいでしょ。いや、絶対そうだよ。まあ、飲まなくても生活やっていけるなっていうのと、睡眠の質が上がった。飲まないと人生やっていけないと思ってたんだね。そうそう。だけど、飲まなくても全然生きていけるし、うん、飲まない方が、その、熟睡が、前は本当ショートスリーパーみたいな感じだったけど、なんか熟睡できるようになった。だから俺結構アル中に囲まれてて、俺も試合後酒飲んだりとかしてるから、まあ大概なんだけど、こいつアル中でしょ？で、俺の弟もアル中だったんですよ。で、俺の親父もがっつりアル中なんですよ。手震えてるんですよ。だからアル中と縁が深いんだよ。アル中に囲まれてるんだよ、俺は。そうそう、アル中でいいんだけど。でも、とりあえず、アル中、脱アル中してくれたから、うん、そっからもやっぱ、確かにね。うん、家の空気が良くなったもん。喧嘩が減った。あと、結婚式をすると、喧嘩が増えるって言うけど、うちは喧嘩は増えてないね。逆に。何、結婚式終わってから喧嘩増えるの？結婚式前、準備とかで、喧嘩する、すごくするって言うけど、そんな。そこはなかったの？そうそう。そんななかった。うん、し、あと、ま、なんだろう。あと、痩せれた！はい。ことが嬉しかったです。痩せれました、無事。ジム通ったからあったな。ジムも行ったし、食事も制限したり、まあ、それはちょっとまた違う動画でダイエット動画出そうかな。そう、あの、まあ、奇跡の75キロ時代の花の写真出そうかな。うん、でも6キロ7キロ痩せたでしょ。うん、痩せたんです。だから今65ぐらいでしょ。ちょ、お前ふざけんなよ。違った。まあね、そう、良かったことはたくさんあるんだけど、まあこれ正直レポみたいな感じでね、ちょっと話したいなっていう、悪かったというか、まあ、残念だったこともある。あ、今回、うち。これは、また別の動画出します。あ、何？これガチやばいんで。ガチレポするってこと？ガチやばいんで、これは、別の動画出します。最後に一個ずつ、挙式と披露宴で、残ってることよ。いいよ、はい、言って。なんか、手紙を読んだ時に、こう、家族に手紙を読んだんだけど、パパとかママとかだけじゃなくて、兄弟とかにも読んで、たっちゃんのところ、うん、たっちゃんにも書いて、ね、もう一回、ほら、もう一回読まないと視聴者わかんないから。いやいや、あ、捨てたの、手紙。捨てたのかい。ね、捨てんなよ。たっちゃんに、こう、まあ、書いた内容としては、出会った頃のことをすごく鮮明に覚えてるよ、みたいなことを話したんだけど、うん、なんかすごいこう、たっちゃんと出会って、5年目？もうすぐ5年目、うん。今5年目か。最初小学校2年生やったんで。そう、2年生。もう今小学校6年生で、もうすぐ中学校になるから、ね。まあ、丸々4年は育ててるんだけど、花。うん、全然やっぱり今と違うわけよ、たっちゃんは。違ったね。喋り方が違う。そう。もっとね、子供っぽいっていうか、赤ちゃんっぽいっていうか、なんか、ね、ほんと全然、うん。なんかちょっとたどたどしい喋り方をしてたのね。うんうん、動物園行こうって。そうそう。で、最初にお出かけしたのも動物園なんだよ。動物園だね。そういうのとかを思い返したときに、この4年間の育児、決して楽ではなかったっていうか、自分はさ、もともとただのキャバ嬢で、自分のことだけを考えて、自分のためだけに生きてきたのが、うん、急に、この子のために生きしてるだけで50万稼げるやつよ。こんな、舐め腐ったやつだったんや。で、お客さんとかにね、生きしてるからお金ちょうだいとかってさ、うん、意味わかんないよ。そういうこと言ってくれるような世界にずっといて、でもやっぱり自分だけの生活じゃなくて、たっちゃんを守らなきゃいけないっていう生活に変わって、責任感が。そう、昼食始めてとか、うん、まあ、育児、子供のために栄養バランス考えて食事を作るとか、急に昼食始めたでしょ。16から25までキャバクラでしか働いたことほぼなかったのに、急に就職しだして、25で。そう、急にしたの。で、なんかその、変わったじゃん。とにかく変わって、うん、自分の生活リズムとかが変わって、もう最初ほんと、救急車で運ばれたりとかしてたから。
多分ね、あれ生活が変わった、変わりすぎて、そう、変わりすぎて、何回も救急車のね、あの時期、倒れたりとか、そういうこととかもして、で、まあ、結婚して、まーちゃんができて、多分あの時生活の変化に追いついた。追いそう。で、それ病院の先生に言われた。なんか最近変わったことあるって言われたら、もうそれしかなかったから。だって夜しかやってないやつが急に昼の就職始めて、なおかつ子育ても始まったよ。そう。本当に苦しい時期が。追いつかなかった。苦しい時期は本当にあって、たっちゃん、たっちゃんのせいじゃないんだけど、あったから、なんかそういうのとか、でも楽しいこともあったり、やっぱ育児ってゴールはね、ないんだけど、こう達成感みたいな得られる時もあるじゃん、まあ、やっぱり子供を育ててると。だからそういう知らなかった喜びとか知らなかった感情とかをたっちゃんが教えてくれたなとかって思ったら、もうすげえ泣けてきて、あの手紙の時、それが一番印象的、自分的にはね。あとまあ花の友達の手紙もすごい嬉しかったし、あのスピーチしてくれた子とか、それがいい。でもそういう感じかな、花の印象。俺はまあいろいろあるけど、やっぱ一力ジム会長小林はじめ会長の乾杯の挨拶ね、マジで会長が挨拶してくれたのすっごい嬉しいなって思ったんだけど、会長多分うちらのプロフィールブックか席次表の裏にメモしててって多分とっさにその場で考えてその場で書いたんだろうけど、そこにあのメモ多分ね、まあ、とにかくなんか紙切れの裏だったわけ、それ見て花は面白くて、会長ブレねえなって。で武田優太って言うんだけど、武田優太、呼んだことねえなと受けるよねあれがちょっと面白すぎて、確かにあれが強烈なのと、やっぱりあとはね、一番良かったのはね、やっぱゆいっていう花の妹ね、と、うちのたつきが一緒に歌ったのよ。アラジンの歌歌ってくれたんだよね。歌ったのよ。あれがやっぱたまんなかったね。泣いてたもんね。泣いてはないけど。泣いてたよ花はさ、ゆいとさ、ゆいがさ、こう、アホニューワーってさ、伸ばすところでさ、こうやって手をこうやってやってたのね、でもその瞬間から笑いが止まんなくなっちゃって、したらこうやって手を、こいつはなんか最初なんかちょっと泣きかけてたんだけど、そう、こう急に爆笑しだして、こうやったり、なんかこう、なんか歌う人ってこうやってやったりするじゃん、でタッチもなんかこうやってやりだしたの、でやばい、こうもうほんとやばいんだけどって。でもみんな笑ってないじゃん、でもパッて花の友達ですげえ飲み席があったんだけど、後ろの方、パッてそこ見たらみんなこうやって踊ってんのそれでもう我慢できなくなっちゃって、花も一緒にこうやってやってたの。それでお前がなんで笑ってんのか、でそれでパッて隣見たらゆうたくん泣いてて、それにも面白くて、えみたいな、なんで泣いてんの、いろいろ面白かったってことね。そう、いろいろ面白くて、そうそう、それで面白い。俺泣いてないからさ、いやもう泣いてってか泣いてないか別にどっちでもいいけど、泣いてないから。え、花のスピーチの時も泣いてたよいいじゃん、いい、前だって泣いてた。こんな常識知らずの本当ダメな浮気する男でも涙は出るらしいです。でもこいつもあれだからね、結婚式終わってその24時間も経たないうちにサナって女と連絡取って、それ二次会終わって朝方になって、で朝4時5時ぐらいだったんですよ。タクシーで吉原行きましたからねで次の日バレて、お持ち帰りのパンティーで。だからさ、オプションお持ち帰りやめな、え、それ無理、やめんの、あれやっぱお土産。え、誰に、花に。いや、俺も酔っ払ってたし。違う、お土産って誰のお土産なの。行った証が必要なんだよ。え、誰にお土産をしたいの。自分自身に、お金結構な額を払ってるか対価としてほしいってこと、ね、修学旅行行ってなんか自分にもお土産買うでしょ、友達とか親とかに買って、海外とか行ってもね、自分にお土産、自分のお土産。え、でもさ、どれがどのパンツか分かんない、どの子のパンツか分かんないじゃん。あ、だからそれはこう匂いとか、え、で洗え、それはたまにこいつ勝手に洗うんだよ。え、違う違う、入ってんのポケットの中とかにパンツが。
あれはで、で、あ、で、またか。洗わないで美味しい。でも、最初は怒ってたんだけど、最近怒らないの。うん。笑い。あれ、結婚式の日だから怒ってたでしょ。なんでお前結婚式の日に、そう。わざわざお前、二次会を。そう、人からもらったご祝儀で言ってんだよ。一個だけちょっとこれもらってこうっつって。意味わかんない。誰のご祝儀やったっけ、あれな。かん、その人、ありがとうございます。で、早くやるよ、うん。ありがとうございます。ご祝儀。まあ、っていう感じで結婚式すごく楽しく過ごせました、はいはい、よかったです。できてゆうたくん最高でしたね。ゆうたくんとじゃないとああいう式はできないかなって。最後さ、花もさ、もう花も酔っ払っててさ、こっちのさスピーチがさ長すぎて、普通3分ぐらいって言われてないのにさ5分6分ずっと喋ってるから、そんな喋ってた、そう、長えなって思って、もうあの最後じゃあ花ちゃんからもとかって言い出したから、うん、お父さんとお母さんいるじゃん、もちろんゆうたくんのお父さんとお母さんの目の前でお父さんとお母さんいるんですけど、こいつ風俗めちゃくちゃ行ってますよって言ったらさ言ったじゃん。で友達にさ、え、結婚式で風俗ってワード聞いたの初めてとか言ってる。確かに。確かに花も常識知らずなのかな、うん、っていうか三次会で風俗行く気なんか俺全くなかったけど、うん、あの時多分花が風俗ってワード出したから、なんで人のせいにするの、酔っ払って行きたかったんだよ。なんで人のせいに、行った理由がやっと分かりました。なんで俺結婚式の日わざわざ、そんな普段行きゃいいのに、なんで俺わざわざ吉原行ったかな、なんで人のせいにするの。いや、それしかないわと思って今。いや、まあ、人、お前さ、何でもかんでもさ付け加えんな、そこに。いや、もう繋がった今、繋がってねえ、繋がってんのは知らねえ女とてめえじゃん、繋がったの。うまい。じゃあね、バイバイ。